という場内アナウンスがあっただけでこの脇用です。フランスの期待、イザベル・デュシェネー、ポール・デュシェネーの兄妹。曲はサウンド・オブ・ミュージックから。もう床が鳴ってます。ハンドインハンド、含めて一つにもアレンジがありました。フランスのイザベル・デュシェネー、ポール・デュシェネー、兄妹カップルでした。9戦の観衆大拍手。リンクの上は今花が投げ込まれています。小さな妖精のようなその子どもたちが出まして、オリンピックのあの5つの輪がそれぞれカラーになっておりまして、その子どもたちが今花束を拾ってこのデュシェネー兄弟に届けます。五十嵐さん、はい、相当期待してみましたがいかがですか。そうですね、これあくまでね比較でね、あの点をつけていくっていうところは辛いところなんですけれどもね、はい、あのやはり点数的にはちょっと、まあ、クリムはこのマレンコ組よりは落ちると思いますね。場内の声が 5.8、5.7、まあ、結局ですね、あの2人同時に同じポジションで、要するに位置を変わらないでですね、はい、同時に同じステップを踏むというケースが非常に多かったんですね。なるほど。ですからやはりあのそういう形よりはあのクリモワ・ポノマレンコ組のようにですね、お互いに位置を左右に変えながらですね回していくという方がやはり技術的な点としては高いですね。フランスの審判も 6.0 は出せませんでした。場内からブーイングです。カナダの審判1人 5.7、 5.9 が 1,2,3,4 人。この時点ではクリモはポノマレンコを抜けません。第2位です。ウソバ・ズーリンは抜いています。